速報です。重視分外で強制フォローが突如発生、完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。重視分外に近づかないようお願いします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？重視分外、確か他のニュースだ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。エーテルカスでも上がってる。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。撤退だ。どう？聞こえるかな、ニコ？イアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った、うん、よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。うん。戻ってきたのかい？そう。
うじゃなくて追い出されたの。 HDD がホロー内部とつながらない。すぐ緊急調整だ。うん。ダメ、一通りやったけどやっぱつながらないや。おかしい、本来なら HDD の技術はホローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。 HDD 以外にホロー内部との通信手段は。プロキシもケロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が。残る手段はただ一つ、再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって。強制終了したはずなのに、どうして画面がついているんだリン。もしかすると原因は外から。永遠に気づかないと思っていたぞ。あえと、そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか。うんうん、ハズレ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃんお疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったよね。びっくりしたよ、暗証番号を教えるだなんて。反応できたからいいものの。大丈夫、信じてたよパエトーン。よし、再接続、ニコたちを助けに行こっか。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。驚かないでよ。フェアリー、いるかい？呼んできた。うん、お兄ちゃんこれ。続いてのニュースです。システムを起動。端末標準式修正汎用人工知能フェアリーです。こんにちはマスター。フェアリー、あとはよろしくね。ボンプと接続中、視覚データを取得します。取得完了、再生します。お、画面に出たね。どれどれ。あ、うん、ニコと出会ったヒロだ。下から来るのか。んよっ、嫌な音だ。危ないよ。何もねえな、あのデカボツはここに。でかいのはいないわね、チビばっか。身を潜めてるはず。え、雑魚たちが逃げてく。来るわ、デカブツね。
BGM。 ああ映画なら悪役の BGM が安心しろアンビ、俺はスターライトナイトに必勝法を教わった。悪役相手にルールは無用、開幕必殺キックだ。10秒で倒せば BGM が流れる隙なんてね。後ろ、俺の予想を読まれた。おバカ、エンドロールが流れるとこだったじゃない。さてはスターライトナイトのファンだな。化け物、サプライズよ。仕入れるなら車にすればよかった。もう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし、収入もかなり減るだろう。ビデオ屋の方も本腰を入れないと。それもそうか。でもなんでスローな映画ばっかりなの？スリリングな方が良くない？お兄ちゃん、リン、僕は万人受けするビデオを選んでるんだ。
当に万人受け？ほとんどアートとドキュメンタリー映画ばっかりなのに。それはこういう映画を求める人は多いんだよ。新エリートでの生活は大変だからね。みんなそんなヤワじゃないって。あ、前回はお兄ちゃんが選んだんだし、次は私だよね。あれは二人で選んだんだ。あれはお兄ちゃんに乗せられたの。次は私がビデオを選ぶ。すみません、フォロー調査協会ですが。間に合ってるよ、お兄ちゃん。いいよね。けど今月は僕が、じゃなくてお客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。聞こえたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。さて、何のことやら。もう一つの仕事の依頼人だ、さて、仕入れには変更なし。次回はいや、先にこっちの仕事だ、リム。お兄ちゃん、少しプランを変更しない？いつの間に。依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。私は代わりにビデオを仕入れてくるね。まさか一人で行くのか。おい、しっかり万人受けを選ぶから店番よろしくね。チョップ大将、おかわり。おや。食べ過ぎじゃないか。いいじゃん、ずっとフォローにいたんだから。具合はどうだい。うん、バッチリ。仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけど。お客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日仕入れに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に。あ、じゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃん、ドキュメンタリーが見たいんでしょ。どう？よく撮れてるでしょ。これ、今回の視覚記録じゃないか。ダメ？実はベース、ドキュメンタリー風ブレブレのカメラ。わー、フェリーがいい感じにね。涙あり、スリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下、ダメだ。さては、てるてる。もう着くぜ。社長はすぐそこだ。まだ若いが百獣の王って感じだからね。存分に緊張しな。しなくていいじゃないんだ。どいてー、走る。おい、なんだこりゃ。キミカアンド、絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。やめ。終わったか。悪い、遅くなった。百獣の王、白銀重工のボス。あ、はじめまして。ああ、これはこれは、プロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。え、じゃあ、あなたは。何すんだグレース、終わらせ。こ
こちらが我が社の社長だ。いいんだろう。白銀重工社長のクレタ・ベロボーグ。女の子の声。あそこだ。わかってるわよ。マッシロ君との仲を引き裂く気でしょ。デモリッシャー、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい、落ち着け。だがマッシロ君とは白いのか。まさかあの作りかけのビルか。作りかけです。マシロ君と一生添い遂げるの。だから今だ、取り消しなさいよ。ようやく決まったな。待ちくたびれたで。あ、なんか偉そうっすね。つーか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。おお、自分言うやんけ。気に入ったで。ほな男同士真剣勝負といこうか。いたぞ、三型ホロー用工業パイルドライバーフライデー。気づかれたぞ。どんな性格になってるか知らんが。何の、もう問題児を2台説得してんだ。こいつの話も聞いてやら。突っ込んでくれ。に、逃げた。ぼさっとすんな。すぐ追うぞ。もうちょいこっちだ。焦らずゆっくりな。いいぞ。オーライオーライ、任しとき。殺せ。どんなもんや。行こう、ここにもう用はない。ああ、待たれよ。我は重大なことを忘れてはおらぬか。そう、封印。我が子ホルスは我に封印を固めようと。しかし封印とは一体。おい、あそこになんかいんぞ。エーテリアスには見えないけど、すごいエーテル反応。ヒヤッとしたぜ。なあ、こいつは一体なんて化け物だ。エーテリアスには見えない。人間の侵食体でもないし。リン、どうした。何これ。マジか。ハンス、フライデー、答えろ。シグナルロスト、エーテル指数増大、気をつけて。重機を取り込んだ。
物だ。プロトタイプ？社長！動かすのに手間取ったが、私に任せろ！来い、バケモン！ファイトっすよ、社長！今の白銀重工は悪かねえだろ。どうした？壊れちゃった？リン！大丈夫？怪我はない？リン！リン！無事か？怪我は？うん、大丈夫。あれ？私たちどっかで会った？うん、あった。ああ、いや、混乱しているんだ。えへへへ。はい、待ちなさい。おい、何すんだ。こちら主演班、容疑者はホローへ逃走、引き
引き続き追跡する。了解。頑丈なやつよ。手加減無用であった。状況は、犯人はフォローに逃げた、うん、後を追います。二人は避難を、うん、お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。うん。続いておる。磁気局のキャロットが向こうに。あやつが迷う前に捕らえるも得策。ええ、追いましょう。それじゃあ指示を出すよ。ですがまだ敵が。まあ任せて。今だよ、急いで。次はどうすれば。裂け目に向かって直進して。裂け目。前方、裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。一個方法があるよ。危険は伴うけど、足りなら大丈夫。いるのであろう。姿を見せぬか。二人ともやっと会えたね。うわ、着いたな。で、バレーツインズってのは。対岸のフォローの中。そのハッカー、マジであそこから連絡を。おわ、見ろよ、フォローの上。あ、バレーツインズの屋上。そっか、強制フォローが縮んだらしいけど、それで一番上だけはみ出したんだね。ってことは、ニコに来たのはあそこからのメッセージってこと？そうだとして、何を思ってあんなとこに行ったんだろう。みんな、まずは屋上に行ってみよう。着いたね。ここがバレーツインズ。立派なもんだぜ。おお、なんかここ寒くね。確かに中はピカピカなのに妙に居心地悪いぞ。警戒して、霧が濃い。何か潜んでるかも。ビビったぜ。先を急ごっか。ここにいちゃまずいかも。やったぞ。アンビ、さっきの視線だが、エーテリアスだったな。本当にそう。店長、次はどっちに行く？ちょい待ち。どれどれ。よかった、お花はまだついてる。これハサミ？誰？Thank you.
ことでした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここが終点です。狼？ここは私有地でして、来客はお断りしています。30秒でご用件をどうぞ。それ次第では。して皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻行ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみません、レイカさん。エレン、勤務中ですよ。姿勢よく。はいはい。カリンちゃん？カリンちゃんだ。猫又様、それに調査員様。カリン、面識が？はい、そうなんです。フォローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど。リナ、もういいでしょう。はい。いつの間に。鋭い子ですわ。一時はバレてしまうから。まだまだアミーガ。顔見知りなのでしたら手間が省けます。申し遅れました。私どもはビクトリア火星です。点滅がより頻繁に。急ぎましょう。ガイド様、お守りしますわ。こちらへ。階段はお任せを。ではなし得なかったことですわね。ご主人様もお喜びになりますわ。どういたしまして。ん、そこに何かあるよ。え、これって。プロキシ様、お心当たりが。うん、間違いない。レインのリュックだよ。ここにいたんだ。手がかりがあるかも。誘いとお見受けしました。お相手を務めさせていただきます。気難しいお客様だ。音楽が流れてから現れたのは。もしや。おい怪物、こっちだよ。ふう、炎の叫びがあってよかった。音楽に引き寄せられてた。どなたかが消しかけてきた、確か。まさかレインが。うん、そんな。あ、やった。エレン、全員倒したわ。
私たち以外にも誰かいる？でも一体。あ、さっきはありがとう。エレン大丈夫？しっかりして。ご心配なく、眠っているだけですわ。大げさだね。彼らはしばらく起きないでしょう。一度ここから連れ出しましょうか。着いた。出口はあそこだよ。突破の準備を。はい。これはどうも様子が。この音楽ってまさかあの時の。あれはアトリウムにいた。まだご満足いただけていないご様子。心配なく、ビクトリア火星には十分すぎるくらいです。私たちの使命ですもの。参ります。やった、言ってくれました。任務続行。10秒残り10秒。急げ、そろそろやべえぞ。4、3、2、1。